要な財源を含め、どのような形でそれをこの少子高齢化社会の中で、改革を実行していくのか。政府与党の会合では、社会保障の制度改革案と財源確保や財政健全化を達成するための税制改革について来年半ばまでに成案を得るとした基本方針を決めました。また超党派の常設会議の設置を含め野党各党に協議を呼びかけるとしています。また社会保障と税の共通番号制度についても来年秋以降の早い段階で関連法案を提出することを確認しました。